放置車両の確認を行う駐車監視員、放置駐車確認表彰駐車監視員とは、放置車両確認事務の業務を委託された民間法人の従業員を言う。警察署長から放置車両確認事務を受託した法人を、放置車両確認機関という。放置車両確認機関に従事する役員、駐車監視員は、みなし公務員として扱われ、秘密を保持する義務が課され、 また車両所有者、運転者の犯行から保護される権利を持つ。具体的には、駐車監視員へ、暴行や脅迫を図った場合は、公務執行妨害罪が成立し、また、金品の授受により、贈収賄罪が成立する。駐車監視員となるには、講習を受講し終了講座を受ける駐車監視員、資格者講習による方法と、一定の経歴に基づいて、 認定交差を受ける駐車監視員、資格同等認定審査とがある。共に交差に合格した後に審査を経て、資格車証を得る必要がある。日本では2006年6月の道路交通法の改正によって、違法駐車対策の強化のため、使用者責任の放置違反金制度の新設、放置車両確認事務等の違法駐車対策の推進を図るための規定が整備された。 その一環として、放置車両確認事務の業務が民間法人に解放され、警察署長が公安委員会に法人登録した法人への業務委託が可能になった。各都道府県の警察本部の実施する駐車監視員、資格者講習の修了者、または交通取締事務経験者で修了考査または認定考査に合格した者のうち、 駐車監視員資格者認定要件を満たし、都道府県公安委員会が道路交通法51条の13で定めた資格要件を満たしたものに交付される駐車監視員資格者証を保有し、放置車両確認機関に従事し、放置車両確認事務を遂行するものを駐車監視員という。駐車監視員は駐車違反の取り締まりは行わず、放置車両の確認及び、 確認表彰の取り付けを行い、警察署長に放置車両の状況を報告するに、とどまる。所有者に対する放置違反金納付命令や、違反者が出頭した場合の交通反則ギップの作成、交付等は従来と同じく警察官が行う。駐車監視員の制服は、警察庁が全国統一しており、ペパーミントグリーン地にモスグリーンの検証を入れた。 ブルゾンまたはワイシャツ型上着にモスグリーンのスラックスを用い駐車監視用気象付け防止と気象付け腕章が警視庁や警察本部から対応される資格者講習を受講し終了講座に合格し終了証を得て資格者証を申請する手順申請した後にさらに審査がある各都道府県によって差があるが講座受験費用を含めた受講費用は おおむね2万円。この他に、資格者証交付にも、費用として、おおむね9000円が必要。各都道府県の収入証紙にて納付する。以下のものは、受講資格がない。駐車監視員資格者講習修了者と同等以上の、技能や知識を有する者を対象に行われる。講習等は、必要ないが、経歴による受験資格を満たす必要がある。合格した後に、 資格者証を申請するのは資格者講習と同じ。各都道府県によって差があるが、交差受験費用は、おおむね4500円。この他に、資格者証交付にも、費用として、おおむね9000円が必要。各都道府県の少子にて納入する。道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年。 以上であるもの確認事務における管理的または監督的地位にあった機関が通算して5年以上であるもの全1及び2に掲げるものと同等以上の経歴を有するもの確認表彰の取り付けを行う様子駐車監視員は2人以上が1組で警察署長が工事する取締ガイドラインに沿って監視活動を行う従来のような時間的余裕は置かずに確認作業を行い 放置駐車違反と兼任すれば、直ちに車番撮影、確認表彰の取り付けを行う。対象車両は放置駐車違反のみであり、車両に人が乗っている単なる駐車違反は確認表彰の取り付けができないため、まず車内に人の存在の有無の確認作業から行う。駐車監視員は放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員である。 違反確認台数のノルマなどはない。定められた時間内はほぼ毎日巡回を行う。夜間も同様。駐車監視員はみなし公務員として扱われる。したがって放置車両の確認事務に因縁をつけるなど実力で妨害をした場合には公務執行妨害罪等で罰せられる。また駐車監視員はみなし公務員として扱われるため、 業務を請け負う会社に社員として所属する必要があり、個人的なアルバイトとしての就業は困難である。定年については業務を請け負う会社の規定によって異なる。駐車監視員は交通反則ギップを切ることはなく、またいきなり確認表彰を取り付けることもない。駐車車両の違反対応を判断し、駐車規制適用除外車両でないことを確認し、当該車両の具体的違反状況を、 メジャー等で測定、記録し、違反車両の状況及びナンバープレート等を撮影し、確認表彰を取り付ける。ありがとうございます。